毎度、徹子です。現代自動車グループが、アップルの電気自動車開発プロジェクトで製造を担うことになるという機密情報をリークして話題になっていました。しかし、アップルの逆鱗に触れたらしく、契約交渉は失敗してしまったみたいですね。上がってしまった株価はどうなってしまうのでしょうか。ニュースの詳細。米国アップルは、電気自動車 EV の生産に向け、韓国の現代自動車と同社傘下のキア自動車と協議を行ったが、話し合いは最近中断された。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。同関係者によると、アップルは他の自動車メーカーとも同様の計画について協議してきた。情報が公開されないことを条件に匿名で語った。アップルの秘密裏に進める EV 開発プロジェクトは、この数ヶ月で勢いづいた。アップルが消費者向け端末市場を作り変えたように、同プロジェクトは自動車産業とそのサプライチェーンに大きな影響を与える可能性がある。アップルはコメントを控えた。現代自動車は今年1月、アップルと自動運転の EV をめぐる開発協力で協議中との報道を認めた当初の発表文を修正し、アップルへの言及を削除した。とのことです。あかん。アップルは以前から自立走行可能な自動車についての開発プロジェクトを進めていました。実際には自社で製造を行うつもりはさらさらなくて、車体は外部に委託して作ってもらう予定と言われています。この外部委託会社が現代自動車グループに決定して、2021年2月中に提携の契約が行われると報じられていたのですが、現代との契約はご破産になってしまったみたいですね。アップルはこれまでEV 開発プロジェクトを極秘に進めてきたのに、現代自動車がこのプロジェクトをリークしてしまったので、アップルが怒ってしまったのかなって思います。アップルは機密情報を厳しく保持することで有名です。開発プロジェクトを長年にわたって秘密にして、サプライヤーとの関係を徹底的に管理しているので、今回の情報漏洩で不快感を抱かないはずがありません。普通は機密保持契約書を交わすので、現代の契約違反も想定されます。だから、今後巨額の罰金を支払うことになるんじゃないかな。現代自動車が、このことを知らなかったはずがないので、本当にうっかり情報を漏らしてしまったのかなって思います。機密情報をベラベラと喋ったり、ビッグプロジェクトへの参入に失敗、その上罰金を支払うって、散々な結果になりそうです。ほんで、アップルは、電気自動車の製造をめぐって、日本を含む複数の自動車メーカーに生産を打診しているみたいなので、蓋を開けてみたら、日本メーカーが生産することになった、ということになる可能性もあります。現代自動車のように、機密情報を喋らない日本企業は、アップルからの打診について、ホンダやマツダはコメントできないと説明し、三菱自動車は、そのような事実はない、日産自動車はコメントを控えています。ブルームバーグが報じている内容が本当かどうか裏は取れないのですが、現代自動車のリークで上がってしまった、現代自動車とキア自動車の株価がどうなるのか楽しみですね。すでに資金を投じた投資家から、非難の声が噴出しそうです。こちらが韓国の反応です。日本企業と契約したら、キアの株は大暴落してしまう。労組がやることを見たら、キアと手を組みたいと思うだろうか。貴族労組の組合員たちは、スマホで動画を見ながら仕事をしても1億ウォン以上もらえるんですが、あなたなら誰に製造を任せたいですか？アップルと手を組んだ自動車メーカーは下請け会社に転落してしまう。キアは貴族労組の反対でアップルカーの製造に反対しています。韓国の自動車会社は開発途上国以上でも以下でもない。最初はアップルと独占契約と言っていたけど違ったみたいですね。現代自動車の働く環境とトヨタの働く環境を比較した動画を見てください。トヨタは安全帽をかぶって服をちゃんと着ているのに、現代は帽子もかぶらず私服を着て耳にイヤホンをつけて、しかも仕事時間にゲームをしています。ロボットを早期投入するべきだ。残念ながら私がアップル関係者なら、日本と手を組むような気がする。まず、複数の会社を競わせて、適切な会社を選ぶのが当然でしょう。ヒュンダイがアップルと協業すれば、イメージ改善にとても役立つ、
この勢いで米国工場を創設し、国内労組は解雇しよう。国内マスコミはあまりにも大げさだ。最後まで見てくれてありがとうございます。